キチャンネル。じゃあ、こんにちは。今日は新企画、はい、ネクストブレイク選手を見極めろ。まあ、今までね、はい、その10億円選手でチームを組んで、はい、まあ、フリーに選んで、うん、あとは12球団1人ずつというところを選んでやってきましたけども、はい、今回はですね、うん、その2つの動画にまだ選出されてない選手の中で、はい、Under-24 の選手たちで来年1年後年俸が大幅に上がった選手を決めるという、はい、だから98年生まれ、はい、までですね、うん、の選手たち以降の選手たち、うん、でポジション別で、はい、袴田さんと佐々木がドラフトでまだじゃんけんをしながら若い選手を見極めろっていうね、はい、いやこれがね結構難しいんですよ。難しいですけど、うん、まあまあ面白いですね。そうですね、うん、で結構そのもう2本前に10億円とか10億円の、うん、あるじゃないですか、うん、あれで結構選んでるんそうだから佐々木朗希とかね、はい、奥川、うん、あと小園とかね、うん、選びましたね。そこら辺はもう入ってこれないですからね、うん、私リチャード選手とかも選んでるし、あ三森選手とか選んでましたよね。もうね、あとあのぬくのきね、ぬくのきね、はい、うん、とかね選んでるんで、そういったところは選んだ選手はね、はい、選べないんで、うん、で今回はね予算5億円です。はい、まあ、5億円以下高い人がねそんなにいないので、あいないんでね、まあ、はい、そこもその予算いかないですけど、うん、行ったとしても予算5億円、はい、だから山本由伸も入れたですからね、はい、入れようと思えば入れ5億円のうち3億7000万円入れますねきつい。で入れようと思ったら選べたんだけど、はい、袴田さんがもう選んじゃってるし、ね、そうですね、だから村上とかもね、はい、選べた、入れようと思ったら入れようと思ったらね、はい、選べたんだけどね、もう選んでますので、で今回はドラフト制です、はい、だからキャッチャーから、はい、もう決まりましたか。決まりました。じゃあ、せーので決めました？決めました、はい、キャッチいきましょう。せーの、山本！あー、DeNA の山本ですね。いや、ちょっと考えましたよ、山本選手か、安田選手か、ちょっと最近話題になってる松川選手も考えましたけど、うん、私はやっぱりもう、まあ、俺はもう袴田さんも安田絶対行くと思ってて。あ、本当ですか？うん、え、でもあの候補には一番最初に山本選手書いてたんですよ。最近だって山本、あの安田が、はい、結構ニュースに出てくるから。そうなんですよね。あのなんかパリーグ TV さんにまとめられてたロマンダダ漏れのなんかバッティングみたいな注目浴びてるんでね、うん、俺山本は多分ね使っていくと思うんだよね、はい、あと打てればっていうところで多分出場機会あるのと、うん、あと年俸が、うん、安いのよ、はい、1030万ぐらいですね。そう、うん、だからそういったところでも、はい、まあちょっと上がり幅的にはあるんじゃないのかなっていうね、うん、あ、これメモしていかないとですね。うん、あ、そうだ、はい、さあじゃあファースト、続いてファーストです。はい、いいですか。はい、いいです。せーの、安田。いい、待って、安田選手ファーストで、ああいや、サードで取りたかったよ。嘘ファーストだから、サードだよ。ファーストでも出てるもん、安田。え、ファースト出てたっけ。うん、ファーストでも出るから。出る、うん、欲しかっただからサードに取っといたのに。コーリー、日本ハムのコーリー選手、うんうん、はい、クラブ安田は、うん、そろそろ行ってくれないと。そうですね、うん、ちょっと清宮選手と迷いますけどね。ああ、安田はね、年俸1600万です。はい、あ、じゃあ3000万、3000万です、年俸3000万です。コーリー選手800万です。あ、はい、あ、お安い、お安いです。、はい、でも1年出てくと思うんでね。サードで取ってたんですか、安田。はい、欲しかったです、結構。これもうか見せれないからね、これ本ちゃんのドラフト並みにリスト見せれないからね、鍵引きあるわ。セカンドですよね。しかも俺じゃんけん負けてるからね、重複したくないからね。そうですね、これはね、はい、なかなか二の矢三の矢打てないよ。そうですよね。でも一応やっぱ取られちゃった時用に2人は、うんうん、俺も一人ずつしか選んでないから、ね、あ、そうなんですか、うん、じゃあセカンド、セカンド、はい、じゃあセカンド、はい、せーの、太田。おお、いや、まあそう来ると思いましたよ。かぶったの、うん、そう来ると思いましたけど、うん、じゃんけんですね、うん、ここは欲しい。あ、分かった、太田光る。違いますよ、それキャッチャーですから。せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。うん、最初はグー、じゃんけん、ほい。イエーし。あー、ちょっと今回ダメだよ、これちょっと。うわ、太田選手、1600万です、はい、え、もうね、やっぱりセカンド候補がね。いるよ、いるよ、いっぱい。いや、いるんだけど、
絶対上がり幅で考えるとっていうのが今なんか練習試合とかもいいバッティングしてるからね、うんうん、いやそしたら、まあ、なんか今年チャンスをつかめたらって意味で楽天のじゃあ黒川選手で、あ黒川ね、うん、はい、じゃあサードどうしよう、どうしよう、サードこれかぶったら私本当にちょっと候補また考え直さないと、そうなの、はい、これもサード、はい、いい、はい、せーの、野村、あー待って野村選手 DH 入れてたのにあー嘘ー先言えばよかった野村、取られました、取られた石川昂弥選手、でも俺はサード石川 DH 野村にしてたのよ、全く一緒俺はね、はい、してたの、はい、で、今、はい、あのこれ取られたらどうしようと思って、俺は袴田さんに石川を認識してるのあんのかなと思って、セリーグだから、はい、だから俺はないんじゃないかと思って、じゃあ野村をかぶってじゃんけんしようと思って野村に変えたの、あ、そうなんですか、うん、いや石川選手全然言えてましたけど、うん、だからよかったです、あ、そしたらじゃあ DH 石川にしようと思ったんですか、そう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 、あー、なるほど、だからまあこれどっちかでいいやと思って、はい、野村選手欲しかったな野村はね、2000万。石川選手いくらですか？1100万。私予算安いな。俺だってセカンド太田が取れなかったら石川セカンドって言ってたから。はい、ああ。次、はい、ショートです、ね。はい。いいですか？いいですよ。せーの、水野。ん？あの DeNA の森圭人選手。ああ森ね、はい。俺はルーキーの日本ハム水野。めっちゃ良かったのよ。はい。いい感じで、はい、水野は、うん、バッティングも反対方向に強い打球打ててるし、はい、まあ外野とかも他の守備もできるんだけど、うんうん、すごい良くて、はい、水野はね、900万、森選手は1350万です、レフトは譲れない、レフトは譲れない、譲れない、うん、絶対もう譲れない、俺ここで袴田さんが俺どこまで知ってんのかによって取るやつ変えていかなきゃいけないと思ってていや私結構把握してますよ、うん、そうなの、そうですよ、じゃあ俺いや今回調べてきてますから結構、じゃあ俺レフト袴田さんが言うやつに、俺そいつそこじゃポジションでないけど、なんでそういう意地悪するの、袴田さんが言うやつに行くわ俺レフト、いいですよ、あいいレフト、はい、せーの、ネオ、若林、よっしゃー取れた、若林選手、あ若林、じゃあ俺ネオ、はい、あでもネオ選手はあのそう入れてましたネオはね1300万、若林選手は1400万です、うん、じゃあセンター、はい、いきますよ、はい、せーの、和田、あーロッテの、うん、あ和田幸四郎、はい、私あの日本ハムの、うん、磯畑ね、磯畑選手、これビッグボスが使ってくるだろうと、和田はね、1800万、磯畑選手は1150万、じゃあ、はい、かぶらないね、かぶらないですね、じゃあライト、はい、いいですか、はい、あ待って待って今ね2択、まあいいや、はい、せーの、秋広、おー、そこ来ました、うん、赤松さん誰、北選手、あ、北ね、はい、うん、オリックスの、俺は秋広、おー秋広だって600万だ、あー外野かぶらなかったね、かぶらなかったですね、あまり俺レフト秋広にしてライトのライトのネオにしてた、あー私もライト北選手かネオ選手入れたんです、おー800万、はい、ありがとうございます、よし、OK、はい、DH、はい、せーの、井上光大、おー阪神履正社の、うん、高本さんはあの、欲張りくん、おかわり、おかわり、あ、渡辺ね、渡辺、はい、二冠の欲張りくんって感じで、はい、俺、ブライトと井上とも迷ったんだよね、でもまあ、井上の実績を考えて、はい、まあね、1年目じゃないっていうところで、はい、ちょっと期待して、いくらですか、うん、安いよ、720万渡辺選手1600万です、さあ、さあ、ピッチャー重要よ、あ、私抑え考えてなかった、抑えなんてもう誰でもいいよ、いないですもんね、誰でもいいんだよ、はい、別に抑えってやついないから、いないですね、誰でもいい、経験者いないですよね、いないもうこうピッチャーなんてもうほとんどどこでも3人いればいいだけよ、はい、そうですね、うん、でもね先発佐藤さん絶対この人いくだろうなと思ってるんですよ、そうなの、はい、じゃあじゃんけんしようよ、じゃあしますか、うん、でもう一人候補いるんです、うん、じゃんけんしようよ、はい、じゃんけん狙いでいきますか、そうなの、はい、いきます、先発ね、はい、せーの、伊藤博美、あれ違った伊藤博美ですか、うん、私あの宮城くん行くかなと思ったんです、ああ伊藤博美、あ本当ですか、違ったな
全然違うじゃん。あで私はあの佐藤さん宮城くんいって私早川投手にしようかなと。ああそうなの。でかぶせに行ったら違ったっていう、うん、あれ伊藤博美よ。あそうですね。ああ、うん、これはもう来年もっと勝つんちゃうかっていうね。いやもうそう思いますね。うん、うん、私伊藤博美投手こう中継ぎで入れたいなと思ってたんですよ。うん、うん、オリンピックとか中継ぎだったじゃないですか。ああまあまあそうだね。うんよし、オッケー。はい、オッケー。リリーフ。はい、リリーフ。せーの、種市。あ、ロッテの。トビー・ジョンから復帰で。はい、うん。これはもう頑張ってくれるはずやから。はい。今年は。うん。はい、私は日本ハムの堀投手。あ、堀ね。はい。もうタイトルホルダーだからね。そうです。うん、はい。また上がるだろうと思う。うん。安定の。はい、6000万です。お、最高年俸。今日選んだ中での一番最高年俸だね。最高年俸です。はい。じゃあ抑え候補ね。じゃあ最後ですね。うん。はい。せーの、根本。大江投手。ああ、巨人とね、はい、俺はね、日本ハムの根本。根本投手、うん、はい、よかったね。あ、言ってましたね。そう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 、見てよかったって。ああ、そう、佐藤さん、自分の目で見てるからな。仕事だから。もうそうですよ。そっか。大江投手は2800万です。根本、安いよ。520。うん、520、うん、はい、ということで。決まりました。じゃあ、合計がいくらでしょうか。佐藤さんが1億9770万、うん、高村さんが2億3880万。私も言った、2億3880万。堀で一気にいったね。そうですね、うん、宮城くんも5000万あったので、ああ、これでいくら、だから合計も予算いらなかったね。いらないで、3億で十分でしたね。ああ、うん、だからまあこれが5億になることはないですね。分かる。これで5億になったらすごいね。5億いったらやばいで。やばいですね。まあでも5億いくぐらいのね、活躍はね、全員が活躍してくれたらね、うん、面白いからね。はい、まあこの人たちがねどこまで頑張れるか、まあ見といくのも楽しいしね、はい、これやっぱアンダー24のね、うん、選手たちが頑張ればプロ野球界もね底上がりになってくるし、そうです。で去年なんてね、うん、逆にそうやって牧、佐藤、ね、照るとか宮城とかルーキー早川もそうだしね、うん、ルーキーがめちゃくちゃ頑張ったからね、はい、そういった意味では今年もね、うんうん、こういった若い選手たちがレギュラーになったり活躍するのもね夢じゃないっていうところもあるんでね、はい、まあ、皆さんもやってほしいですね。そうですね、アンダー24結構見てるの面白いと思います。面白いですよね、はい、それを見ながらね、うん、自分がのチームにいる選手がね、はい、頑張れば面白いしね、はい、あのそういったところでもこう見るね、うん、視野も広がってくるし、そのなんかその単体のファンの人たちもこうやって他のチームのことも知ればね、はい、また面白くプロ野球見えると思うんで、ね、ぜひ皆さんも、はい、一緒にやってみてください。はい、